はい、どうも、メンヘラおじさんです。おはようございます。なんとか、今日、仕事行って、まあちょっと健康診断あるんでね。迷信抜いて、早めに行って、採血して、って感じでございます。あとは、ボーナスの額が分かると。まあライブ配信聞いた人は、まあどれぐらい出るかっていうのは分かってると思うんですけど、まあちょっとね、不安があったんで、まだ見るまではちょっと不安なんですけども、というところでございます。で、今日リミックスポイントに関しては、先物が280円下がってるので、まあ下に行くんじゃないかなと思ってますが、590円ぐらい、は、あってもまあおかしくはないかなというところです。ただまあ前回の575円を切ることはなさそうな気がするので、まあじゃあ590円から630円、このあたりかなと思ってますので、それはちょっと書きましょうというところでございます。あとは、電力、ですね。節電ポイントを上げますっていう話なんですけども、またトンチンカンなこと言ってるなと思うんですね。で、東京が、まあ、これからまた暑くなってくるっていうことで、まあ、来週涼しくなるらしいんですけども、まあ、逼迫が課題やなと思ってますけども、そのためにポイント2000ポイントでなんか話まとまるんかというところ、は、ちょっと、まあ、わけわからんなと思ってます。入れない方も多分いると思うんですよね。そのポイントサイトを、やる、ポイントをやるためにアプリを作るってなったら、アプリを作る必要があると。で、言うたら、いろんな人にあげるっていう風になっても、それをアプリ入れる人、入れない人がいるから、全員には行き渡らないし、どの基準で、その、なんかプログラムに参加して2000ポイントくれるとかなんかな。で、そのプログラムを考える人、それを通すためにかかる時間とかっていうのをいろいろ考えたら、なんかほんと月明け場でなんかててってこう、なんか周りを見ずにですね、シューッとこう、流れて、またシューッとアプリ会社にお金が入って、シューッとポイントを、例えばペイペイやったら、ああ、じゃあ結局ソフトバンクかい、というようなところとか、なんかいろいろ問題あると思うんですよね。というふうに思ったりしながらも、じゃあ他になんかタイヤあんのかって言われても、まあ節約よりもこっちは発電の方が大事なんじゃないのっていうふうにやっぱり思ってるわけで、まあ言ったら排気を早めてる、そういう火力発電とかですね、そういうの、火力発電が多分一番スッと動きやすいんかな。そういうものをさっさと動かすだり、原発、まあ言ったら欧州ではもう原発動かしたりしてるんでね、原発火力発電動かしたりしてると。で、ドイツは原発ないけれども、フランスから電気買ってるんでね、でフランスは原発やってるんで、というようなことを考えるとですね、発電の方に舵を切った方がいいんじゃないかと。まあ、これ多分冬も同じような形で、電力不足に陥るのがもう目に見えているので、特に北海道とか、まあ、何年か前危なかったですよね。っていうようなところなんで、そういったところをですね、まあ、本当に気にしながら、ちゃんと政治、舵を動かさなあかんのに、と思ってます。まあ、新電力が悪いっていう人もいますけれども、なんとも言えないですね。新電力が悪いのかどうかっていうのはちょっとよくわからないです。で、まあ、リミックスポイントを持ってる身としては、いや、自由競争はいいことなんじゃないと。要はだから発電の総量の問題なんで、きちんとそういうところをやっていれば別に、なんですかね、その、まあ、なんだ、怒りの矛先がそっちに向かわないんじゃないのと思いながら、おるところでございます。まあ、それやったらほんまに、なんていうんですかね、もう完成で、もう電力会社上場せずにですね、やるっていうのも一つなんでしょうけれども、まあ、それは、今更、無理でしょうというような話もありますし、それ言い出したら JR も国鉄でのままでよかったんやって話もなりますしね。はい。まあ、その辺はちょっと難しいところですけれども、というようなところを、まあ、ごちゃごちゃ考えながら、まあ、出勤するというところでございます。はい。というところで、リミックスポイントは590円から630円、予想します。で、まあ、電力のポイント化についてちょっと物申したというところでございます。以上です。